これが今のところ最強かなって思ってます。つまりこれは日本人にかなり適してるってことですね。パシフィカ買うなら間違いなくこっち買ってください。すみません山川さん、本当に。はい、こんにちは、秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリース。初めての購入で安ギターを選択することについて秀則流の回答をお願いします。初めて買うギターで僕流っていうのはこの動画とこの動画、この2つの動画で全部売ってます。漏れ方売ってないんだよね多分ね。だからまあどうしてもこのハーレーベントンになるのかな。ハーレーベントンはドイツから輸入で5万ぐらいで買えるんで、今円安やからもうちょっと高いんかな。これが今のとこ最強かなって思ってます、ハーレーベントンのやつがね。その理由もこの動画で全部喋ってるんで。初心者向けギターの、まあ一番重要なところ、最初はリスクヘッジということですね。プレイスタイルっていうのは変わっていくんです。ってなると、最初に買ったギターで満足しなくなって、お金がかかると。あのプレイをするためには、このギター買わなきゃいけない。っていうことになってくるわけです。まず最初にリスクヘッジとして、欲が止まらない。ずーっといろんなプレイをしたくなりますよ。そしたらどんどんね、いろんなギター買ってしまいますよ。まあ、とりあえず初心者で始めた手なんだからさ、そこって網羅しときたいじゃないですか。そこをリスクヘッジする。お金もそうですし。二つ目、あらゆる体験ができる。っていうのが大事だと思ってるんです。僕フレーズだけじゃないです、音出したりとか、とにかくいろんなことをやるのが2番目に大事なんです。1番は当然のように根本です。根本が備わっていないと、まあ、体の使い方ですね、あと頭の使い方もなんですけど、いろんなことをやることが大事。24フレット弾けない、もうこの時点で体験ができません。ハムバッカーのピックアップがついていません。ハムバッカーを体験することができません。欲が止まらないっていうもう大前提のもと、いろんなことしたくなった時に困るよ、いっぱいプレイスタイルが変わった時にまた新しいギター買うのにお金がかかってしまいますよとかね、あらゆる体験ができることが大事ですよと。いろんなことをやろう、やりたいけどそのギターじゃできないよ、ないんだもんだってっていうことになってしまう。つまり全部ひっくるめて、やっぱり最強はもう僕は汎用性だなと思ってます。もうここが全てです。とりあえず最初なんだからさ、いろんな方向にチャレンジができるギターを持っておいた方がいいよねという考え方なんです。レガトル N6SSLRE っていう方なんですかね。24フレットハムシンハム。私これ一番汎用性あるものと思ってます。と、ファイブスイッチですね。ちょっとタップだけないんですけど、でもシングルコイルは真ん中で使えるってことですよね。シングルの体験はできますよね。そして、ハムバッカー当然フロント、リア、ね、どっちもあります。で、ハーフトーンですね、当然できます。かなりネック小さいです。小さいってどういうことか分かりますか？狭くて薄いってことなんですね。要するにちっちゃいっていうのはそういうことなんですよ。つまりこれは日本人にかなり適してるってことですね。プレイにも汎用性ね、余裕があるということですからできますし、さらに一番大事なとこ、ネックの厚さを利用したフィンガリングをしなくなるってことなんです。ロックペグなんですね。これびっくりしました、僕。マジかと。ブリッジなんですけど、いわゆるあのフロイドローズみたいな感じではなくて、あの当然今ガチガチに止めてます。で当然、フローティングしてアーミングアップダウンすることも可能です。いきなりジャンボフレットついてます。これが最強なんですよ。フレット変えんでいい。上手い人は基本ジャンボフレットを使ってます。ハーレーベントンフュージョン 3HSH。 ネックはやっぱり、まあ、例えばこのオレンジとか、それこそレガタとかより多少太いですね。多少っすね。まあレガタもすごい個体差あるんで、もしかしたらこいつにも個体差はあるかもしれないですよ。ロックペグ完全にバチバチにつけられてますね。ちょっと今アームダウンもちょっとしんどいぐらいです。やるんだったらフローティングして使うかな。そして仕様なんですけど、フレットですね、割とジャンボっすね。一つ完全にはっきりしてることは、僕は今ちょっと適当に弾いてみて思ったことなんですけど、ぶっちゃけ言いましょう、レガタの倍ぐらいはいいっすね。フレットがねジャンボで、ステンレスなんでかなり安定してますね。レガタは結構いきなりガタガタだったりするんで、いや全然レガタよりいいよ本当に。もう作りが全然違う、マジでかなりちゃんとしてる。びっくりするぐらい、俺もっとボロくると思ってた正直。普通に結構こうね、これと変わらんクオリティはある。全然しっかりしてる。うん、あ、ヤマハのパシフィカよりは絶対いいっすね。ごめんなさい、それは言うとくわ。もうね、なんであんなパシフィカ流行ってんのか知らんけど、しかも24フレットないし、パシフィカね、ちゃんとこう弾いてから確認して買って、結構やばいっす。
あ、ボッチザロックの影響か。パシフィカ使ってんのか、あれ。なるほどね。パシフィカ買うんなら間違いなくこっち買ってください。すいません、山川さん、本当に。あ、そうなんですよ。パッと見サーなんですよ。僕、だからね、見た目は最高に好きですね。だって、サーのガスリーのモデルみたいだもん、だってこれ。これ、ガスリーモデルに似てない、これ。めっちゃかっこいいね。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんですよ。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきますというお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい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 。ああ。